どうも、エアコンチャンネルです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はちょっと、これ。何ですか、これは。これは、エアコン洗浄スプレーって言って、要はエアコン掃除用に、市販で売ってるスプレー。どこでも売ってる。普通に買ってきた。これ今日、あそこで買ってきた。なんつうの、薬屋。ドラッグストアで。ここで売ってるやつ。うん。なんか見かけたことある。あるよね。あるあるある。で、まあ大体700円ぐらいで買えて、掃除ができるっていう、スプレーするだけでエアコン簡単洗浄。ポリフェノールと除菌剤を配合、エアコン品に発生したカビを防ぎ、奥まで洗浄できるとか。ええやん。スプレーするだけで。ただ、はっきり言ってこれめちゃくちゃ我々の業界で言うと、死ぬほど、評判悪いっす。大体なんか掃除に行って見て、なんか3年ぐらいって言ってたけど、なんかそれに見合わないすっごい汚れの家での時は大体話掘っていくと、市販で売ってるやつで掃除したのよ。ああ、なるほど。で、こうそういう話聞いてると大体自分でこう市販で売ってるやつで掃除したのよっていう人が多くて、要はこれで掃除すると逆に後日カビだらけになるっていう、有名なんです、我々のそのお掃除業界からすると。なんでいや、わかんない。で、俺もそんなわけある。で、はっきりこれで綺麗になると思ってないから、その行ったら業者の方ではだから買いもしないし、よく見ることもなかったし、使おうとも思わなかったから、大体お年寄りの方とかが多いから、もしかしたら使い方間違ってるのかもしれないし、のが謎だったんで、今日はちょっと、お掃除業者が、市販のエアコン洗浄スプレーをちょっと試してみたとか。いいですね。試して、どうなのか。実際のところ見てみようかなと思うんですよ。むしろなんか汚れてしまうみたいなことがあるってことか、経験的に言うとね。そうなんだよ。だから俺らからすると、いや余計なことしないでくださいよってなってたんだけども、まあよく考えたら使ったこともないし、見たこともないから一回やってみようって思いました、今日は。で、なんで俺らもあんなもん使わないからさ、汚れるだけですよって言うかっていうと、そもそもこれは熱交換器、ここで書いてあるところによるフィンって言い方してるんだけど、フィン専用の掃除機。何すかフィン？要はですね、棚前ブレるんで、この汚さほっといて。フィンここのこと言ってんですよ。みんな理解してないんですけど、使ってる人の話聞くと、ここの掃除だってそうっすよね。よく考えてみてください。前掃除、坂巻さんの家のエアコンを業者のテクニックで掃除した時、何が一番大事って言ってました？洗剤残りがないようにしっかりリンスしないと匂いが残る。言ってたよって言ってました。これかけっぱなしなんですよ。なるほど。で、じゃあなんでかけっぱなしで成立してるかっていうと、ここだけの掃除だから。前も言いましたね、ここの水は全部ホースを伝って、熱交換器の方から、スーッと出てくる。だから、要は彼の言うには、ここに私を吹きかけてください。そうしたら、このカビや汚れが溶け出して、水となってホースを伝っていきますよ。どうぞかけてください。って言ってるんですけども、俺が謎なのはその洗剤だって洗い流さないと、それはカビがなんか変に溶け出して全部広がって、時間経ったらそれまたカビの範囲が広がって増殖するだけじゃないの。確かにそうだねって思ってるのでね。もう一つ、カビは一番ひどくて、一番こう人体にカビが回ってきて辛いのは、ここなんですよね。前も言いましたよね。ファンって言ってたよ。で、また生えてます、これ。ファンに壁がびっしり生えるんです。黒い汁がビューって出てくる。前の僕らの動画も見てみてください。出てきましたよね。あの汚れっていうのは、もうここの汚れの話です。これはここ用じゃないんです。なるほど。なぜなら、ここに吹きかけても、洗剤は残って、高圧洗浄機がないと結局は、意味がない話なんで、なんかかけちゃいそう、これ買ったらその辺にシャーって。それはだから多分やっちゃってる、やるよね。なんか俺やると思う。あらーとか。そう、じゃあもうだからお年寄り代表ですよ。誰がお年寄り代表だ。ほぼほぼ40歳だぞ。でも40でもやっちゃうってことはもう5060歳の方なんていうのは多分よく読まないじゃん、こういうのって。てかさ、多分読まずにここがかけちゃったりとか。あと一番問題になったのは、これをこっちの電気通ってるとこにかけちゃって、あー、なるほど。で、火災っていうのがめちゃくちゃ増えた。火災って何？電気ショートしてバーッ燃えちゃったみたいな。燃えちゃうんだ。ガスだし怖っ。怖いでしょ。よかった。だからかなり気をつけてちゃんと読んでまずやんなきゃいけないんだけども、それでもまあここがクリアしたとしても、ここかけて多分こっち行っちゃったりして、もうここのカビが全部ぐちょぐちょになって、こう繁殖がブワーってしちゃって、結果数年後カピだらけになって、こんな汚れなんでね、この前掃除したらこんな汚れちゃって、あ、そうなんですか、なんどうやって掃除したんですか、業者になんですか、市販ので自分でやった、大体もうものすごいことになって、使う前からはっきり言えることは、ファンそこかけちゃダメなのね。この中とファンの中はこれでは一切きれいになりませんので、やっときましょう。はい、これでかけてさ、外に出ってさ、いい、それで完了になると。水で流さなきゃいけないと思う。こっちに向けると、ここが完全、絶対にそれだけは避けたいので、もう完全にこっち向けてスプレーしますね。今回別に養生とかプロ養生とかしないんでね。はい、そこで詰めてくんのやめてくださいね。じゃあこっちでいきます。おお。こうかけるやつ。こうかけてくと。で、こうかけてくと。ここ見ててください。カビね。カビ、すっごい溜まってる。このシューッと。シューッと。やってきて。あ、じゃあ片方だけにしてみる？あ、それはわかりやすくね。こっちはかけないで。いいじゃん、いいじゃん。こっちだけ。そうしてみようか。おー、でもなんかこう水分、確かに水着があるんだね。水分が多くて、なるほどなるほど。あ、こういうことなんだ。はい、すごい音してる。シュワーっていってるね。なんか聞いてる感じする。聞いてるような音だね。すごい聞いてる気する。聞いてる気するよね。聞こえるかな。聞こえるよ、これ。もう炭酸みたいなことしてる。え、使い方的にはもうこれで終わりなの？これで終わり。これで終わりなんだ。うん。面白いんだ。さあ、どうです？いや、正直。いや、僕分かんないですよ。でもどうなんだ、こう見た感じで分かるもんでも、出てる分ツヤっぽくなってるけど、まあこうなんとなくこうついてるような、こっちがやってない方だけど、ほこりとかこういうの辺のはあと多分ね、カビというよりまあそういう目に見えるもんは、まあここに目に見えてるカビは取れてないですね、全然。あ、本当だ。うん。最初から変わってないです。で、多分言い分としては、奥、ここ掃除してもこの後ろにこれが回ってて、その後ろもかびてますから、それを取ってるとわからないね。でもここ現にちょっとこのカビでしょ、これって、こういうのが取れればなんかシュ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 、すごい音の。これすごい聞いてる感じはすごいけどね。めちゃくちゃ音がでっかくてあ、掃除したった感はだいぶねえ。あの実際のとこはまあ証明できるもんじゃないからね。そうなんですよ、証明できるもんでもなく、ただ、明らかにこれを自分でやったっていう家は、数年後他の家よりカビが多いような気はしてるの。あ、そうだから直ちに確認できないっていうのが、逆にたちが悪いというか寸面が明らかにカビ多いなっていう統計結果があるんで、大体その業者さんは「ああカビやめた方がいいですよ」っていう、あそうその前も言われたのよもとかいう話、会話の流れよくあるなっていう記憶があるんで、業者だから仕事取られちゃうからっていう、そういう目線ではなく、単純になんか汚れてる気がするんだよな、やったっていうのと、あと別にここ綺麗になったからなんやねんっていう話で、一番大事なのはここが匂いとか匂いがこっちのパターンもあるんだけど、まあちゃんとね3年こっから見てみたって比べれたら分かりやすいけどその結論付けはできないけどそうなのよ。いやだからちょっとね、あんまりこう正直おすすめはしない、明言はしないですけど、まあそういう業者的には結構あるある、あれスプレーやっちゃったんだっていう、だからこんな汚れてんすよっていうのがあるんだ、パターンこんな感じです。まあ多少やっぱ水吹きかけたような感じだから、正面綺麗になってんじゃないのかなと思うけど、表面は綺麗になったかもなっていう感覚と、あとこの音がするから、音がもう本当やった気になりますね。聞いてる感っていうのはだいぶある。ああ掃除したなっていう感じになる。あるよね。炭酸音っていいね。その結果よくわからない。ここの汚れに対してはよくわからない。ありがとうございました。わかんないけど。わかんないけど。分かってる人みたいな。